とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン、ちょっと難しいです。いや、結構難しいかな。特に、序盤が難しいと思うので、序盤でつまずく人が、結構、いるかもしれません。で、特にこの1階なんてね、結構難しいんで、やられる人もいるんではないでしょうか。ここは、遠距離の敵と、近距離の敵を分けて戦えば、まあまあ、戦いやすいかなと思います。とにかくね、この遠距離がね、鬱陶しいのよ。なので、この遠距離と近距離を分けて戦うと、だいぶ戦いやすくなるとは思いますけどね。OK。よし。どこ行く？よし。とにかく強力なやつがね、2体いるんで、そいつらをちょっと一緒に倒すとなると厳しいんで、必ず分けましょう。で、報酬でブラストだけです。取っていってください。まあ、火力にもなりますし、敵をぶっ飛ばせるっていうのですごく重宝します。まあ、特に、今回、最初のボスがノビなので、あいつをこれでね、ある程度ぶっ飛ばします。OK。いいんじゃない？で、ここである程度片付けてあげると、後からがちょっと楽になりますので、ちょっと倒してからね、スイッチを押してあげるといいでしょう。OK。ということで、2回終了。どんどん行きましょう。2回の報酬は何もいりません。武器を取るとだいぶ楽になるんですけども、まあ、エンチャントポイントが1でも多い方がいいので、ここはちょっと我慢でね、戦っていきましょう。まあ、初期武器で全然いけると思いますので、初期武器でガシガシいきましょうね。OK。よし。まあ、とにかく、基本のね、囲まれないっていうやつを心がけていけば大丈夫だと思います。OK。ほんとね、ここね、遠距離が多いのよ。腹立つぐらい遠距離が多いもんね。よし。もう逃げるな。若干逃げるのがね、鬱陶しいもんね。それで終わりか。はい。3回クリア。次に行きましょう。ここでメイスを取っていってください。で、メイスにはエンチャントを入れていきましょうね。よし。メイスのエンチャントですけども、追い打ちと強打。11でいいと思います。うん、11。入れてください。やっぱこの強、あ、いたたたた。強打のダメージ 25% アップ。うん、まあゾンビ系っていう風に限られはするんだけどもね。ものすごく強いよね。はい。終わり。4回クリア。今回は結構ゾンビ系が多い気はします。で、ここで、影の断片ですね。取っていきます。で、5回。まずはシュルカーからです。で、ここある程度、敵を減らしてから、真ん中に突っ込むようにしましょうね。最初から突っ込むと、結構厳しいので、まずは周りの敵をある程度減らしてから、いきます。OK。うまいこと言ったか？いや、あんまりうまいことはいかんかった。よし。とにかくね、敵多いのよ。ほんとにこれ。よし。この敵がね、ほんと倒しきってない状態で、この真ん中にいきなり突っ込んじゃうと、虚無もらったりしても大変なことになるのよね。
やばい、あぶねー。よし、極力なら虚無はもらいたくない。 OK、 痛い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 、ちょい待って。 OK、 あとは上をもう少し倒しておしまいですね。まあ、HP が危ないとかなるともう弓で戦えば、大丈夫だと思います。はい、5回終了。次、ここでこれヘビークロスボウ、これがものすげえ重要です。ヘビークロスボウを忘れないように取ってください。危ない。これでね、ああもうボスをぶっ飛ばします。ここね、ダメージもらうと2回もらうのよ。だから落ちないようにしましょうね。でエンチャント、入れてください。長弾2とボーナスショットでいいと思います。でここ上で戦った方が多分いい。下で戦うとね、このクリーパーがどうしても危ないの、なのでこれは上で戦った方が正解だと思う。クリーパーをね、あぶねえ、うまいことこっち処理できるんでね。 OK、 はい、では6回クリア。次に行きましょう。ここは何もいりません。では次ここですけども、一気に行きたいのよ、一気に行きたい。でもぐっと我慢して一気に行かないようにしてください。一気に行っちゃうとここ敵多くって囲まれやすいのよね。なんで一気には行かないように。あでエンチャントで長弾は3まで上げておいてください。このよし、ヘビークロスボウはもう弾数がねものすごい少ないのよ。すっげえ使う。なのでちょっとでも有効活用できるように、よし、長弾をしっかり発生させれるようにね、した方がいいと思います。よし、もうほんとねもう弾数めちゃくちゃ使うのよ。通常の弓の10倍ぐらい使う。10倍は言い過ぎか、5倍ぐらい使う。よし、まあ、とにかくここはね一気にブワーっと下に行かずにある程度仕留めてから進んでいった方がいいと思います。しゃあ、じゃないとどうしてもねクリーパー食らっちゃったりするんで。よし、終わりかな。はい、では次に行きましょう。本当今回ね序盤が難しいよね。まあ中盤以降もちょっと難しいとこあるけど、でここで愛のメダル取っていってください。愛のメダルがものすごい重要です。今シーズンの愛のメダルは本当重要だから、これがあるなしでだいぶ違います。 OK、 よっしゃ、いいね。よし、であとは3体、あ4体ぐらいか。終わり、8回終了。ここは何もいりません。で商人ですね、ここで、防具を上げていきます。金細工ですけども、エンチャント別に何も入れなくていいです。すぐに、新しく変えますんで。んで、何がついた、あいらんいらない。ボスですね、ボスは、うまくいくと一発で落とせるけども、まあ、落とせないことが多いです。ブラストだけを当てて、よし、動かして、あとはヘビークロスボウの
このノックバックで倒してください。穴に落とせば一発ですね。では次、ここですけども、地雷かカバン、まあ、どっちでもいいです。うん、最近は俺地雷じゃなくて、カバンの方を取るようにしてますね。はい、行きましょう。うん、まあまあ、ないならないでいいっていう、そういう感じです。うん。あれば使うけど、ないならないで、まあなんとかなる。そういう感じなので。よし。まあ取らなくても、最悪いいかな。OK、OK。重要なのはね、愛のメダルですよ。愛のメダルで、どれだけ倒せるか。それが重要。しゃあ。よっしゃ、いいね。あ、待って。はい。あと、一体か。出てこい。よし。はい。では、11回おしまいです。ここで、斧取っていきます。ようやく武器がパワーアップしますね。で、エンチャントで、ガードストライクと、衝撃波。22でいいと思います。まあ、ガードストライクは1でもいいかな。で、ここは、いきなり、鍵を取りに行くんじゃなくて、まず、倒した方が、安全だと思います。うん、結構出るのね、敵が。なんで？危ない、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 危ない。ナイスで、愛のメダルを使ってあげると、まあ、ある程度、減らしてくれるんで、いいですね。で、いつものごとく、落ちないように、慎重に行きましょう。行くぞ。で、トライデント出てるので、これで倒せそうな気がする。いやー、めんどくせえな。やめとこう。やめとこう。ああ、よかった。爆発しなかったね。よし。では、次に行きまーす。ここで、傭兵のアーマーを変えていきます。傭兵のアーマーは、クールダウンがついてるので、これがいいですね。OK。と、もう一つ、ビーストバーストですね。あれが、ついてますので、後々使います。ジオマンサー早めに倒してあげると、いいかな、ここは。ジオマンサーが結構鬱陶しいので、ジオマンサーと、あとエンチャンターですね、早めに倒しましょう。 OK。 よし。しゃあ、本当にこのね、よし、あぶね、うい、いいね。危ない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 、やられそうやった。あぶね、敵がほんと多いんですよ。よし、ちょっと待って、固まるなって。なんか今回さ、ラグくないっすか。俺だけかな、めちゃくちゃラグいんだけどね。で、ここで弓を変えます。乱射ですね。変えちゃってください。で、クールダウンを3まで入れて、残りはボーナスショットと光。これで OK です。行きましょう。もうここもね、相変わらず敵の多さ、すごいのよ。なので、あ、でもまあまあ、うわ、危ね。多いって言っても、いいですよ。そんなに強くはないと思うんで、大丈夫だと思います。愛のメダルをうまく使って処理してあげてください。ほんと今シーズンはね、敵が多い。とにかく多い。よし。しゃあ。あ、いいね。いい場所行ったよ。いい場所行ったよ。よし。いいね。結構落として倒してる。うん、これ落として倒すと気持ちいいもんね。行け。
ある程度減らせた。うい、いい感じ。で次、ここはああ影ですよ。影影を持っていってください。いや別にね、持っていかなくてもいいんですよ。でもこれを持っていくことによって商人でパワーが多めに上がります。2ぐらい、うん、その2がね意外とあの後々効いてくるんでやってみてください。まあまあこの透明化が1秒ぐらい長く持つっていうのも、まあ、利点ではあるんですけどね。 OKOK、 意外と1秒がでかいか、そうでもないそうでもないか、うん、でもまあ、うん、1秒長いってだけで結構違うかもしれないのでいいんじゃないですか。 OK、 こういう乱戦になるとね意外とこの光が役に立つのね。 OK、 じゃあ次行きましょう。今中盤か長いな、長いのよ。で、ここでも愛のメダル取ります。で交代するんじゃなくってエレメントのカバンと変えます。ダブル愛のメダルですね。ダブル愛のメダルでいきましょう。まあ、クールダウンも入ってますし、雑魚特化という意味でこの愛のメダル2つっていうのはすごくいいと思う。うん、すげえありだと思う。オッケー、いい感じ。あー、落とされた。もうまあまあいいでしょ、愛のメダルいって。もう愛のメダルめちゃくちゃ役に立つからねだってタワーはエンチャントの敵が出ないのよね。なので愛のメダルが使いたい放題です。聞き放題、どんな敵にも通用するんでね、それがいいところです。では次行きましょう。でここで武器変えるんですけども、どっちでもいいです。俺は槍の方が慣れてるんで槍の方がいいかな、うん、槍苦手っていう人も結構いると思うんですけども、まあその時には虚無剣使ってください。まあ、あえて使わずに、アーティファクトだけで戦っていくっていう手もあります。よし、危ねえ。結構敵がね、ここも多いのよね。でも、まあ、弓使えば、ある程度安全にはいけるかな。よし、OK。いい感じに矢が出てくる。いけ。じゃあやっていきましょう。あれあれ、ここか。これで時間取るのが本当に嫌。よし、こっち。おし、ナイス、いきましょう。まあ、愛のメダル2発でここは事足りるかな。はい、いけ。はい、17回終了。次に行きましょう。ここは何もいりません。でここね結構強いのよ。ここは結構難しいです。なので壁をうまいこと利用していくといいです。 OK、 OK、この辺ね、屋根があるんで敵が入ってこれないんですよ。なのでここで戦うと高火力のマグマキューブも倒しやすいですね。 OK、 よし。普通に戦うとこうめちゃくちゃ敵強いからねむちゃくちゃ強い。危ねえ。まあ、うまいこと壁とかを使いつつ愛のメダルを使いつついけば
まあ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 、それなりに安全にいけるんじゃないですか。よし、オッケー。はい、収穫。ここのスライムは一応倒したい。あ、矢は出なかったね。矢は出ませんでした。 OK で18回終了です。ここで両刃斧の取っていきましょう。で商人ですね。ここで防具を上げます。傭兵のアーマーですね。でもってエンチャントも入れていきましょう。クリティカル、そして虚無。虚無は1でいいと思います。でガードストライクですね。で防具にこのビーストバーストを3入れておいてください。まだ使いませんけども、後で使います、ボスで。うん、ではいきましょう。ここがね、若干時間かかると思う。まあ、虚無らせて、うまいこといかんな。よし、虚無らせて倍率出して、影化して叩くと、まあうまいこといくとは思うんですけども、ちょっと難しいかもしれないですね。で20回の報酬は何もいりません。でここですね。ここは最初からスイッチを押しに行って OK です。で敵がある程度出てますので、ここはもう愛のメダルです。愛のメダルでガシガシ行ってください。まあ行ってくださいというか、もう行かせてください。愛のメダルがかなりいい感じになると思います。ここはおしまい。で21階ですね。ここ何もいりません。はい、ここはいらないんですよ。で、エンチャントポイント余ってますので、入れていきます。武器では虚無はね、もうこのままでいいと思うんで、クリティカルかガードストライク、まあ自分の好きな方を入れればいいんではないでしょうか。これはクリティカル率をちょっとでも上げるために、クリティカルを入れていきます。でここは愛のメダルが2枚あれば安定して戦えますね。 OK、 愛のメダル本当に強い。本当強い。よし、 OK。 であと傭兵ね、傭兵じゃなかった、反逆者ね。これがほんと強い。武器との相性が最高です。はい。で、22回報酬、ここはいりません。パワーシェイカーも、まあいいとは思うんですけども、まあ道中楽にするためには、バカお前、あいつ完全にこっち向かってきてたでしょ。やめろよ。ほんとに。よし、 OK、 OK。 まああとは楽だと思います。結構ここね、出だしがちょっと敵が多くって難しいかもしれないですけども、出だしさえ抜けてしまえばまあまあ楽ですね。 OK、 ちょっと待って、移動させてくれ。よし、ナイス、おしまい。23回、ここでも影の断片をパワーアップさせていきます。平均パワーが高くなると、多分だけど商人で上がるパワーも若干上がるんじゃないかな。うん、なんかそんな気がします。確定ではないけど、で、あ、いやでも確定かな。結構パワーが、2、3でも全然違うようになりますんでね。パワー上げ重要です。うん、もう危ねえ。
あれは。よし、エンチャントポイントは十分にあるので大丈夫ですかね。でここもね、あの愛のメダルがあるとだいぶ違います。おーい、嫌なやつ、ここ嫌なやつなのよ。よし、オッケー。まああとは雑魚だな。ほんと敵多いのね。はい、いけ、はい、痛い痛い痛い。よし、でこっち側あんまいないのよね、確かね。いや意外といた意外といたわ。でも大したことない。オッケー。やっぱダブルアイのメダル超優秀、めちゃくちゃ優秀です。んで、あっち側にもまだ結構いるのよね。よし、いい。いやー、ほんとね、今シーズン敵が多い、ほんとに多いよ。で、ここ何もいりません。いきましょう。よし、 OK。 ああエンチャントね、入れてください。いきます。もう防具は完成してますんでね、あとは武器と弓を、まあ、適当に上げていけばいいかな。うん、虚無もね、まあまあ多めに入れた。おい、なんで、何があった今、わかんない、今な何が起こったんだ。あ、多分あれか、氷使いが氷を使ったってことかな。大丈夫、敵いないね。多分そうだろうね、氷が当たってピヨったんだろうな。どうした、はい、でおしまいか。はい、で25回で魂のハンタークロスボウを取っていきましょう。でエンチャントですけども、テンポセフトもいいんですけども、俺はクリティカルでいいと思います。連鎖反応クリティカルですね。矢が3本出るんでクリティカル率がまあまあまあ 10% の ×3 だと思って、まあ、30%、 まあまあ実際そうではないかもしれないけどね。でここも敵多いのよ、多い。でここで重宝するのももちろん愛のメダルです。愛のメダルが本当に使える。よし、あぶね、はい、こいつが仲間になると本当にね心強い。えい、危な、ある程度倒したっしょ。あ、やばいやばいやばい。おー、クリーパーは来なくていいからね危ない、あいつほんと危ないからね。よし、終わり。はい、26回終了。ほんとにね敵が多いんで愛のメダルはめちゃくちゃ使える。でここでボーンクラブ変えちゃってください。でエンチャントですけども、火属性と、クリティカルですね。でこっちはまあ強打でも、凍結でもいいと思います。うん、まあ、凍結の方がいいかな。このあとゾンビ系はそんな出ないですし、ボスがねゾンビ系じゃないんで凍結の方がまあまあまあ効果は高いかなと思います。じゃあ、あで27回ね別に敵は多くないんで、ここはもう休憩ステージだと思っていいですね。まあ楽です。でもある程度こっちで倒して戻ってこなくていいようにするのがいいですね。
もうあかんかな、大丈夫か、大丈夫かな、行け。ここは全部まあまあ片付けてくれるか、わからん、どれが仲間かが全然わかんない。誰が仲間で誰が敵かが全然わかんなかった。よし、まあある程度はやってくれたからいいけどね。はい、27回クリアです。でここでバジーネストを取っていきます。このバジーネストで、最後ビーストバーストを食らわせて、まあ極力早く倒そうっていうことですね。28回、ここネクロマンサー多いです。でも影の断片使えばそう大したことはない。あー、ミスった。あそこを同時に倒したかった。危ね、よっしゃ、 OKOK、 いいね。もうとにかくネクロマンサーには注意してください。よし、終わり。28回終了。まあまあ危なくなっても、ビーストバーストがね、うまいこと発動しますので、大丈夫だと思います。で、ここで、ヘビークロスボウ、取っていきます。ヘビー。まあ一応ね、こっちが、虚無がついてるので、いいと思います。んで、反逆者を上げてください。防御力も上がりますし、ビーストバーストの火力も上がるので、いい感じです。どんぐらいだ？一発3万7000。これかなりです。これかなり。んで、こっち、ヘビークロスボウに、虚無に、で、あとクリティカルでいいと思います。まあ、虚無はね、あんまり、蜂たちがビシ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 攻撃するんで、あんまり意味はないんですよ。あんまり意味はないけども、まあ一応あったらいいなっていうところです。あぶね。で、このヘビクロスボウかなり火力があるんで、いい感じですね。よし。なんで普通に虚無らせて一発入れれば意外とダメージでかいんで OK。 でここら辺でビーストバー、いやー微妙だな、ビーストバー、そう今入ったよ入った入った、リープリーフも一緒に倒してたんじゃない今のは。微妙かな、でも、おお、3がつくからいい感じだな。いやー、微妙だけども、まあ、ワールドウィンドウにしましょうかね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。